溶けることによってすごく濃厚なソースになりますんで、ゴリラ濃厚なんで、はじけるレモンの香りキュアハイボール。どうもキュアハイボールです。はい、ということで、今回はですね、クリスマス真っ盛りということでクリスマスレシピでございます。僕はもういつもね、ラストクリスマスですけどね。ということで、ね、今回作るのはですね、クリスマスに楽しい時間を過ごしてるお前らに捧ぐですね、パスタ料理です。結構濃厚なソースなので、クリスマスを楽しんでるお前らにはおあつらい向きなんじゃないかなと思って作ります。クリスマスにも使える悪魔のクリーム、悪魔のクリームチーズだって、クリスマスなのに悪魔だって、ざまいろざまいろ。ということでやっていきます。リュウジのバズレシピ。はい、材料紹介いきますね。まず牛肉ね、豚肉とかでもいいんですけども、牛肉の薄切りを使った方がチーズと合いますので、具材にエリンギ、これね、半パック分、まあまあまあ50から 60g とか、まあもうちょっと好きだったらもっと入れてもいいです。はい、他のキノコでもいいです。舞茸とかでも美味しい。肉は1かけ、悪魔のクリームチーズパスタなので、クリームチーズ 30g、 30から 40g でいいです。あとバターが 10g、 豆乳ですね、とろみがついて美味しいので豆乳を使います。あと、パスタ、今回はね 1.6mm、 ちょっとクリームで濃いパスタなんで、 1.4 よりは 1.6 とか 1.8 とかの方が合うと思います。はい、それでは、やっていきたいと思います。はい、ということでですね、もう、まあ、もう本当もうメリークリスマスとかそういうのはもういいんだよね。昔からサラリーマンでサービス業だったから、クリスマスとか全部仕事だったの。ということで、そういう感じ。今日はあんまり出てくれないんだね。クリスマス特別企画で焼け酒します。メリークリスマス。あー、ということでやっていきたいと思います。まずニンニクなんですけども、これケツを切り落としまして、恨みを込めて叩き潰します。ちょっとニンニクが虫けらみたいになったところで、でニンニクの芽取ります。そしたら、こいつを、まあみじんにしますね、これね。はい、みじん切りにしていきましょう。はい、これで OK です。エリンギね、じゃあこいつをぶった切っていきます。こうやってスライスしましょうか。はい、長めに切ると、このパスタとね、食べやすくなりますんでね、長めに切ってください。こうやってぶった切ります。はい、でもね、腹に入っちゃえば一緒ですからね。はい、こんな感じ。はい、ちぎってあげればね、いいと思います。はい、個人的にもう少し脂っ気のある方が好きなんですけども、まあまあ今回はちょっとちぎって食べやすくするぐらいでいいと思う。材料の下処理はもうそれまでなんで、じゃあやっていきたいと思います。まずね、バターをね、フライパンに入れます。クリスマスの時期だから言いますけど、皆さんね、料理する動機としてね、モテたいとかね、思ってる方いらっしゃると思うんですけども、女性で料理できるとモテるかどうかは分かんないですけども、男性に限って言うと別にモテないですからね。だいたい料理って自宅で作るじゃないですか。自宅で料理作る仲間でなれる人ってもうすでにモテてるんで、牛肉とエリンギ入れていきます。塩コショウしましょう。ニンニクはね、ちょっとね、香ばしく、ちょい焦がしぐらいでも美味しい。炒まってくるんですよ。炒まってきます。炒まってきたら、まずね、これ最初にソース作っておきます。手際のいい方であれば、パスタ同時に茹でてて大丈夫です。で、豆乳入れます。豆乳します。そしてクリームチーズ。このね、豆乳クリームチーズソースがね、すっごい濃厚で美味しい。だからこれ入れると、生クリーム入れなくても、かなり、クリームソースに近づくんで。ここに、コンソメ。小さじ1と半分入れてください。クリームチーズがかけるとすごく濃厚なソースになりますので、これがどん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 ね、溶けることによってすごく濃厚なソースになりますんで、一旦ね、溶けたなぐらいなところで止めちゃって大丈夫です。そしたらパスタ茹でましょう。このとろみがついてきました。こう、そしたらちょっと置いといてください。はい、今度パスタ茹でます。じゃあこれ沸騰したお湯でございます。ここにまあ小さじ1ちょいぐらいですかね、お塩を入れると塩分濃度 1% のお湯になります。塩分濃度 1% で茹でるのが僕は基本なので、これで茹でていきます。パスタに塩を入れるっていうのは何かっていうと、味付けですね。で、こうやって、押してグーッと押すと、小さい鍋でもこんな感じで
茹でます。1.6 ミリのパスタはね、7分茹でますね。ステンレスのくっつきやすい鍋なので、途中で、こう返しながら茹でていこうかなっていうふうに思ってますね。茹で汁なんですけども、塩入れたら味見してくださいね。ちょっとだけ濃いかなと思うぐらいスープ。あ、もうちょっと塩入れていいですね。そのまま食べても十分美味しいな、みたいな。塩分量にするのは大切だね。はい、そしたら茹で上がりまで、ジャンプ。じゃあこれ茹で上がり1分前ぐらいです。1分前ぐらいになったらもう OK。 これ置いといた、このクリームチーズ、ソースです。煮詰めてね、これぐらいのとろみになるまでやってください。そしたら、まあ、もう本当に30分前かな、茹で上がりの30分前。これ入れちゃいます。ざる、めんどくさいからですか。これ火ついてます。ちょっとソース温めながら、このね、クリームチーズと豆乳のソースがね、ゴリラ濃厚なんで、みんなが幸せだったらいい。俺はみんなが幸せだったら俺も幸せなんだ。で、火を止めて、ブラックピッピー、ブラックピッピーです。で、香りをつけて、で、ソースが全部麺に絡まったら、お皿に持っていきます。はい、じゃあお皿に持っていきたいと思います。このね、ソースめっちゃ美味しいからね、いいですね。で、ブラックペッパーをね、こちらで悪魔のクリームパスタ完成でございます。はい、それではできましたので食べていきたいと思います。いっぱいあげちゃうぞ。任せね。これ日本酒なんですけどね、ワインのテイストもあってすごく美味しいんですよ。いただきます。じゃあいただきます。これうまっ。クリームチーズがめちゃめちゃ濃厚。煮詰め具合にもよりますよ、これね。濃厚にしたい場合は結構煮詰めていただいて、もうちょっとさらっといきたい場合は途中で煮詰め止めるといいかもしれないですね。生クリームを使ったかのような濃厚さです。チーズ系にはタバスコって相場決まってるんだ、昔から。うん、酸味が最高になってる。肉とエリンギの食感もめちゃめちゃボリューミーになって、本当に2人分で1皿で全然いいですね、ボリュームがあるから。乾杯乾杯乾杯。クリスマスに皆さんが悪魔を食べるよ。ああ、すいません。ありがとうございます。いただきます。めっちゃ濃厚だね。クリームチーズ豆乳でこんなに丸いもん、すごいね、濃厚。合わないわけがないよね。酸味があった方がいっぱい食える。カルボナーラとかもチーズ使ってるけれど、うん、これは本当にチーズ使ってますって。チーズ感がすごいパスタ、チーズが、チーズ豆乳でここまで濃厚なパスタができるっていうのを感じていただきたい。これはもうクリスマスにぴったり。お疲れ様でした。ちょっと残りそっちで食べますんで、すいません。キョスキョス、ということで皆さんもクリスマスで悪魔のパスタを食べていただいて、お幸せにすればいいんじゃないですかね。メリークリスマス。うん、これ出してる日は多分23とかかな。23？ うん、20、明日朝仕事する。A さんは仕事するんじゃないの。うん、24は、だって俺もう本当に毎年来るのね、クリスマスイブに一人で、パーティーしてくださいみたいな。一人でうちの商品でパーティーしてくださいみたいな。あ、収録でいいんですかって言ったら、ライブですって言う。ああ、24日にライブ。それ、俺予定ないの分かって言ってます。いや、まあ予定があるないじゃなくて、こう企業さんとしてね、ぜひこうリュウジさんにやっていただきたいっていうので来てる可能性が高い。いや、絶対人見てるでしょ。人見てる。